アカム -63 とは共産主義政権下のハンガリーにおいて生産された AKK のアサルトライフルである。第二次世界大戦後にソビエト連邦によって共産主義政権が樹立されたハンガリーは政治的にも、その一環としてソ連はハンガリーに対して AK-47 の製造ライセンスを与え AK-55 として国産化された。その後、 改良型のアカムをアカムマイナス63としてライセンス生産する際、ハンガリーはただ単にコピーするだけでなく、ガスシリンダーを覆う上部ハンドガードを廃止した上で、下部ハンドガード部分をプレス加工後半で製作し、フルオート連射時の制御性を確保するために、また、重厚部分にはアカムに特徴的な竹槍状のマズルブレーキも装着されていない。 アカム -63 は、ハンガリー軍に配備されたが、垂直全部グリップは標準型のアカムに比べて、製造コストがかさむ上に複写時に破損しやすく、断層交換時に干渉しやすいなどの欠点が、判明した。このため、全部ハンドガードを、標準型のアカムと同一形状に再設計し、竹槍型マズルブレーキを装着した、AK-63 が1977年から、 生産され、アカム -63 を更新した。AK-63 は、現在でもハンガリー軍で使用されているほか、多くの国に輸出されている。AK-55 ハンガリー製の AK-47。AK-63 開目製固定重傷を装着したアカム。ハンガリー軍では、アムと故障。AK-63D 金属製。 株折りたたみ式重傷を装着したアクムズ。ハンガリー軍では、アンスト故障。a m d 6 5詳細は、AMD-65 を参照ア赤六 -63 の重心を短縮化し、a m p 6 9詳細は、AMD-65 派生型を参照。AAMD-65 に、ライフルグレネード発射機能を追加した改良型。 NGMAK-63 をベースに、使用弾薬を 5.56X45mm、ナトウ弾に変更した、AK-74 相当の改良型。金属製折りたたみ式重症を装備した方は、NGV と呼ばれる。ハンガリー軍では使用されておらず、もっぱら輸出用に製造されている。 SA-85MAK-63 の民間向けのセミオート専用型。なお、アカム -63 以降のハンガリー製 AK 派生型はピストルグリップ下部が膨らんでいる点で多国製 AK と区別できる。ありがとうございます。